劇作家の重信です。エス科のどいです。よろしくお願いします。はい、演技を褒めて褒めて褒めまくるということで。光る君へ第十六話いきたいと思います。よろしくお願いします。としさん。うん、ちょっと光る君への。これスーパーおもしろポイント見つけたんですけど。なんで。ついていいですか。お願いします。はい、これ光る君へ。ここに注目するのめっちゃ面白いというか。ポイントあるんですけど。はい。この。 男のダメなところの見本市になってるっていうあ<ー>この登場人物の男のダメなところがめちゃくちゃ生々しく描写されてるっていうちょっと思い返してみてほしいんですけどはいはいはいこうちょっとどの登場人物男性も、うん、なんかちょっとダメなところを全員抱えてるっていうなるほどはい道長は道長も、うん 中ではやっぱ一番いい男として描かれてますけどやっぱちょっとダメなところあるというかなんか煮えきらずにところあるというかそうですねそうですねありますよねええええ藤原三兄弟もやっぱちょっとダメじゃないですかダメだね道高ちょっとトップとしてはどうなんだみたいなところありますよね道兼君はもうダメオブザダメじゃないですかダメですよね うん、で、えー、とー真ろの弟信則くん、うん、こいつもまあダメじゃないですかダメだねでお父ちゃんお父ちゃんもお父ちゃんって <laughs> これデスペスないでダメじゃないですか仕事ないしダメだったなはいであの道綱くんもうダメじゃないですかザダメですよねなるほどなるほど <laughs> これちかくんもちょっとプリンスだけどちょっと鼻にかかるダメさがあるみたいなうううんうんうん,うん、うん、これねこのダメ男の見本市ちょっと楽しんでいくと あの光る君へがあの100倍面白いっていうねところちょっと押していきたいですねあらゆる種類の古今東西<っ>今も昔もいるパターンのダメなやつらが全員集まっているっていうそうみんなちょっとずつダメなんですよね、うん、なんかダメなところを抱えてるっていうなるほどなるほどこれちょっと面白いですよねただヒーローとだけとしては描いてないというか <laughs> そうだね 光と影があるというか、道かけがあるというか、うん。かうかそのダメな方々がどうなっていくのかだよね、だからね。いや、そうですね。<laughs> <laughs> なんかそのダメさ加減をちょっとめでるみたいな。なるほど、なるほど。はい。ちょっと面白さありますね。ダメではなかなか面白いですね。いや、そうですね、うん。ちょっとやっぱり、ね。<laughs> 女性の目線から見た男たちをちょっと品評するみたいなんじゃないですけど。<laughs> <laughs> ちょっとあるんじゃないですかね。いやなる,なるほど。はい、ありそうやね。ねなんかその目線ちょっとやっぱありそうですね。やっと、もしかしたら我々男だから気づいてなかっただけで、なるほど女性視聴者はもうとっくに気づいてたかもしれないですけど。なるほど、いるよね、いるよねってなってるのかもしれないな。 あーあーこいつここダメだよなあのこの男結構両物件だけどでもここがな<ー>みたいなところがほら言ったじゃんこうなるんだよみたいなね,ねあ,<ー>あるあるあるなのかもしれないですねこれねそうだったのかもな,あ<ー>あかな危なかったな危なかったなそうですね我々ちょっと半分ぐらい見落としてたかもしれないですね見落としてたよなああ、ねね、じでいきましょうか はい。ステーションナゴンさんがね、はい、あの問いの意味をね、理解、ね、して、すだれを開けるところっていう。これはなんかこう、なんかパパパッとさ、やってるけどさ、はい、これが毎日行われてるってなると、すげえ緊張感だよね、またこれ <laughs>。<laughs> そうですね。何して遊びますって、テイス様が聞いて、コロホの雪はどうかしらって言って<う>。<laughs> 聖書どうですかって言われて、聖書長ナゴを旗と気づくわけですね。うん、で、ミスをパッとあげるというね。旗、うん、と気づくっていうか、もうそう、怖い話ですよ、こんな。ね、教養がない人はちょっと暴かれちゃうっていうところですよね。うん、いや、今日、怖いよ、怖いよ、怖いよ、これは。まあね、そうですよね。うん、まあ、こんな中ね、やっぱ、はい、この時代の人はね、生き抜いてきたというかね。そう <laughs> ですね。<laughs> ああやったんんだもんなまあそうですね。まあ最初じゃなければ、聖小なゴんじゃなきゃわかんなかったでしょうね、あれね。いや、そうですよ。はい。そうしましょう、やりましょう、やりましょう、とかって言ってますよ、たぶん。<laughs> そうですね。何 <laughs> ですか、かそれはみたいになっちゃったらもうね。ん、えー。首ですよね。<laughs> 首 <laughs> 首だな。<laughs> あの場にはいられないな。そうですね。恐ろしい話ですよ。はい。はい。で、次が19分。はい。 放火、まあの噂を聞いたね聞いてみんなでこう集まるところ、うん、だんだんやっぱりこう集まってくる人たちが、まあ、いろんな事情が絡み合うようになってきたねだんだんね複雑になってきて、ね、どんどんねうんそうですね、まあ、まあまあそんな中であは非常にね、あの綺、ー、麗な交流はあったんですけど、うん、う現象自体はだん,だんだんだん複雑になってきてるよねそうまあちょっと都の治安というか ねえもうあんまよくないという政治が祭り事がまあ,あんまうまくいってないっていうだからちょっとずつちょっとずつこうね浮かび上がってきてっていうところですよねはい,はいはいで次が29分はい真宙さんが子供の看病するところうんまあ 繊細できるような交流だよねただその行動自体は強いんだけどね。うん。あまあでその次の出来事をこう引き起こしてしまうっていう。そうですねまあやっぱりこう上級貴族たちと比べると真宙さんの方がより近いところにいますよね。そうだね文字をね教えた子が亡くなってしまうとか、うん、その親が亡くなってしまってるというか。 プロですよねいやーあの理論もすごいよねこの下々のものにしかかからないから大丈夫だっていううわー、ね、何でしょうねうんドン差別ですけどただでも当時の実感としたら,たしたら多分まあ衛生環境が違ったりとかまあ栄養状態が違ったりするとまあそう見えちゃったりするんでしょうねうんそうだな <laughs> いやすごいな。いや、これがさっき言ってたも、うんダ。ダメオがダメオたちの。そうです。作り出した世界ですよ <laughs> です。<laughs> まあ、そうですね。道高、まあ、ちょっとね。うん、今の感覚から言うと、ちょっとやっぱりやばいですよね。やばいですよねー。はい。はい。はい。が分はい。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 道い。さんがい。はい、うん。はい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 。は うんまあ、ここまで強い行動がある思いの乗るいい交流でしたね。うん、まあ。いい演技でしたね。まあやっぱりちょっと思いが残ってるというか。そうですよね。心の中に住んでるというか。うん、ただこれさっきのあのー、しげちゃんのから見ると、はい、やっぱりこう、なんだろうな、可愛い,いところがあるんですね、こういうね。まあそうです、ね、こう。そ いやでもこいつやっぱダメ男ですよ。いやいや、そうかもしれないけど、やられた側ではちょっとああ、やっぱ、やっぱこう可愛いなみたいなさ。<laughs> いやでも妻も子供もいる男がまあ久しぶりに会いに来て、でもお前のことが大切だよっていうのはやっぱクズ男じゃないですか。いや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 、そうですよ、そうですよクズ男です。クズ男だけど、ああ、でもなんかこう優しいなってなってしまうっていう <laughs> ね。ねいやそうですね。 そういうところだよねそうなってこうハマっていくんでしょうねこいやいやいや積み作りですよいや本当ですね良くないですね、うん、<laughs> でもあれでしょうねこう真広もなんかこう文章に書いてみるとすごく良くなるよみたいなことがあって、ええ、こう今の条件いますから、うんまあ、それがやっぱりこうね繋が、うん、っていくんでしょうねやっぱそのうち気づくんじゃないかな <laughs> いやどうなんでしょうね、うん ちょっとね。でも、ダメじゃないですか。道のこう、お家の方でもね。ええ、ちょっと、ねえ。子 <laughs> <コ>様に <laughs>、どこ行ってたんですかみたいなね。そうですね。あのー、やっぱり、そうですよね。さすがにバレ,バレる、バレるわけじゃないけどね。ねえ。やっぱ気づきますよね。それはまあそうです。何かしらね。何かしら、もしかしたら。ねえ。うん そうですね。まあでも多分、とも子さん様の思いも強いからこそ気付くっていうところもね、あるんでしょうね。ねうん、道長さんに対する思いが強いから、ちょっとやっぱり普段と違うぞみたいなところがね、目についてしまうっていうね、ところなんでしょうね。うん、やっぱこういうところも含めて言うと、やっぱ罪作りですね <laughs>。いや、そうだね。<laughs> いや、確かに女性。 男性は非常にこう頑張って生きてる感が書かれてるよね。うん。男性も頑張って生きているんだけど、やっぱ古今東西、やっぱりこう、良くない面っていうか、その弱点みたいなのがね。そうですね。ああ、ありますよね。うん。そうですよね。なんか、うん、そうです、ね、これ、まあ、そうですよね。まあ、当時の状況を踏まえてっていうところがあるんでしょうけど、うん、やっぱ超。うん 女性の方がより制限されてるっていうところが大きいですね。身分によってみんな制限されてはいるんでしょうけど、うん、そ,その制限がより強いというか、うん、っていうところがありますよね。はいまあ、そんな光る君へ第16話にちょっとベストシーンを上げていきましょうか。はい。まあ言うても37分、道長さんが真弘さんを看病するところじゃないですかね。うん あまあ、ここは思いの乗るいい交流になってますよ、思いの乗るいい行動ですもんね。そうねそうだし、いいシーンですよね、やっぱりこう、ね、すごく久しぶりの再会でもあるし、うん、思い人が、まあ、再会する、出会うっていうところ、うん、しかも命がかかってるシーン、状況でっていうところですよね。ようん、仕事をほっぽり出してあ、ほっぽり出すかもしれなくて、もう、徹夜でね。まあ、会いに来てくれるっていうね。 かわういう可愛いところがね、やっぱどうしてもあるんですよね。うんいやまマイロさんダメだよ、それは。そいつ捕まっちゃダメだよ。人生、いやねでもね。かわ<も>います、ね、可愛いところがね、道長さんにはあったりするんですよ。<laughs> そうですね、いや、可愛いいゲーは強いな。可愛いいわ強いな。<laughs> 正直強いな。そう でもね、これ多分ねずっとつながってつながってっていうね実際、うんまあ、に後々つながってくるっていうところでしょうねきっとね確かにでもこの観点で見ると非常に面白いですねいやそうですねさすがですねダメ男理論<ー> <laughs> ダメ男の見本市になってるぞっていうね<ー>でもそうですよねこう<ー>でもちょっと可愛らしく見えてきますよね こう男たちがねそ。そうなんだよね。そこがまた良くないところだよね。そうですね。<ー>うん。そうでもすごくこう特殊なところでもありますよね。<ー>なんて言うんですかね。こうやっぱ大河ドラマってこう英雄というか歴史上の人物だから。そうだね。うん。英雄的に描かれる勝ちじゃないですか。うん。でもそうじゃないところがあるというか。 っていいいううがやっぱりりすすごく新しい目線し新ししし目線切り口のよよな気はしますよねというわけで、光る君への第16話でございました。ありがとうございました。ありがとうございます。はい。この動画少しでもいいなと思った方は、チャンネル登録、グッドボタン、コメント、スーパーサンクス、ぜひぜひお待ちしております。どうぞよろしくお願いいたします。お願いします。